するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。それでは南三局日本馬京卓3000点いきましょ おう。皆さん手配を開けてください。おっす。ドラガチーワン。おっす。スーピンガンコ、ドラはありません。そして赤もありません。つなげられるんでしょうか。今回の手の縦だね、これ。お、進行形どういきます？縦。縦？うん。もう地層から打つんですね。そうですよ、縦だ。今回、自敗がないでやってきたんですけれども、Q1 じゃないんですか？縦ですから。統一手に行くんですね。次はドラ表示牌切りますよ。ローアン。はい。縦って決めるときかなり早いんですか、進行。早いですね。もう決めて、じゃあこの順目にもう次は何候補ですか？初ですね。初？はい。あ、三走でもいい。統一やるときにね、ちょっと早いんで、自敗だったり結構最後待ち頃だと思って残したがるんですけど、筋なんで置いといて、初いい走の筋で数走は残した。はい。三走でもよかったかな、今。うーん、 U1 もじゃあ出てくってことですか？ええ。 Q1 は何ですか？待ち頃？あ、ウーピンだ。ウーピンは切るんだ。赤が入っているルールですが、赤なんか来ないよ。少しふてくされてるようにも見えますが、今までのここまでの様子を見てると来ないですか？赤早いですもんね、切り方。いや、今ここまでで同じ、ああすごい、レアワン重なった。同じようになってる方います？数層が1枚出てるんで、はい、筋統一というよりも今度逆に3層がいい町になったんだね。最後の町になるかもしれない。こっちは筋で残して、また因縁の1万が。じゃあ残すんですか？そのあやですもん、ね、あやだから頭にきた。次もう1個統一が増えたら数ピン切ります。はい。あんこが増えたら数あんこへの道へ。スーワンコへの道。これね、統一に決めた。さあこの3先が楽しみでしょ。はい。3走 E1 もう1番で待とうとしてますから、あやで E1 を最後のフィニッシュにしたい。およ、いや、あ、2つ目のあんこだったか。あとイーソートリアンマンと9万ですね。やだ。え、場には見えてはいない。1枚いそうだけですもんね。いや、でもここまでの手進行で同じような方いらっしゃるんでしょうか？何が来る？赤ウソ。これは感触いいですよ。場の状況が、山に嘘あるでしょ、これ。残ってます。ええ。下茶数層が早く、トイメンはチーソーローソーを打ち出しています。ほら、ありますよ。下茶は3層が早い。ローソーが出てきた。ああ、これ親戚だな。両層を見えてはいない範囲ですね。あ、ここで残した。これ筋で残して。両層。はい。あ、一番出ちゃった。あやがもう消えた。え、消えた？今の、一番。一枚出たらダメよ。え、出たら消えるんですか？はい。システムが難しい。よし、両層来い。両層来い。狙い目が想図になりました。あ、いつか見た3万。くそ。未だに根に持っています。あれ？なんだ？少し手が止まったのは下茶ですね。ここまでは自然な捨て牌でしたが、考えた結果出てくる牌っていうのはかなり注目した方がいいんですよね。はい。何が出てくる？まだリーチの声もありませんし。あ、悩んで数ワン。数ワンの周りは持っている可能性が高いってことですかね。問題はこの土田さんのチートイツ見せられるか。あ、残しましたね、E ピン。これも場に1枚切れて。筋統一。筋統一。でも E ピンまだあってもおかしくないですよね。まあね。うん。さあ、なかなか周りのリーチも入っていないこの間に、
あと一つ何か重ねたい。あっと、もう連想切って。でも山にありますね、やっぱり。腹立つなぁ。ただ、その山にいないだけで。山には残っている。さあ、来た！神茶からのリーチ。なぬ？パーソー切り。来たー！リーチ！ここで追いかけました。さあ、来たぞ、チートイツ。だけど、またまた一人ではなく、先のリーチを受けている状況。この嘘にかけてるんだ、俺は。体感良さそうですか？さあ、一発目。どうだ？にゃーん！そう！またやりましたよ、視聴者の人。どうしてこう逆ばっかり。やっそう！待って、上から、ちょっと待ってください。上から、リャンソー、待って、リャンソーと上から紐が落ちてきちゃった。ひなた。もう怖いわ。そこつけといてたから、うん、そっちでいい、そっちでいい。リャンソー来ちゃった。こんなリャンソーよく来たね、一発。え、ちょっと待って、どうぞ。え、これ、途中で止めると、OK？ OK。うん、くそー、いや先生これなんかどっかで見たパターンですねパート2みたいな。いやー嘘言うんでしょうか。もうねソースの切りを見ると いてもおかしくないんですけど、もうショックよ。もう上地はマンツが全く通っていない捨て牌。最後手出しパーソーだったのはね、どういう形の残り方だったのか気になりますね。なんで嘘いないの？なんかいるか。おかしいでしょ。この嘘が山にいないなんて。出た！嘘が出た！あ！上がりきれたチートイツ！さあ、裏ドラ。裏ドラ。リーチチートイ、赤、裏。裏！あー、ない。リーチチートイ、赤？訓録しかないです。裏はありませんでした。9600は ?1200。はい、日本馬でございます。これ、上がりきれたが、なんで潰れないんだろう。なんでしょう、なんかこう、心のモヤモヤが残る。いや、そうでございました。そして、皆さん手配を開けてください、よかったら。あ、感じいいわ。意地悪。そう、なんでそこで2枚持ってるの？え、今出てきた。あ、テンパイ。老朽は。いい街だ。いい街だ。ドラなんだっけ？ドラさんですよ、これ。上。上。なるほど。そして？カンチーワン、ドラ街。カンチーワンで、対面は、太陽だったわけですね。三色だよ。太陽三色。三色で、なんかなんでしょう、土田さん上がり、やった上がりが決まりました。お何でしょう、なんか実感が湧くまでに、一回ここ見るの忘れて、ここ見たら、あ、上がってますね。これ普通に打ってると、はい、チート率縦に行かないと、もう多くの人がこの街になっちゃうんですよ、数値は。いや、そう思います。パイパイからあった。はい。そうもうほとんどダメなわけですよ。数値はでリーチ行っても。確かに。あと1枚？あと1枚ですね、数は。いや、でもこれ、チート率の手順が結構全開でしたね、土田節。本当に最後、フィニッシュがね、ちょっとずれてた。いつか見た。一発積もって。パート2でございます。残し方は悪くないんだよね、だから。センスはもう、センスは一流なんですよ。待ち方が悪いんだよね。いや、悪くはないです。だってこれ最後、この最後、この最後、はい、皆さんどっちに取りますかみたいな。はい、どっちですか、この魔境だもんね、どっちでもいいんだけど。この魔境ですよ。はい、どっち取りますか、ちょっと打点狙ってね。ちなみに5000点台です。そうですよね。5000点台ですもん。しょうがないか。さあ、こんなような結果で、上がりは結びつきました。土田さんの中でどれだけこの、2万点超えたぜ気持ちが戻ってきたかわかりませんけれども。トップまで1万6000点やりますよ。いや、いや、2度目のチートイツも、なんでしょう。難しいですね、チートイツってね。でも本人のテンションが上がってきたようなのでよかったでございます。さあ、チートイツマスターは2度目のチートイツもつもならず、ロンで上がれてよかったです。ねえ、この手すごいですね。それは恐ろしい手が入ってるわけですね。そりゃ、押してきますよね。これだけ立ち向かわれると。
さあ、今回やっとですね。今まで上がったのは3900が1回でした。はい。9600。はい。おもろで決まりました。やはり出てくるのは25分とか50分系なんですね。はい。ありがとうございます。さあ、親がさらに続きます。4本馬です。この後巻き返しは、さらなる飛躍はあるのか、注目してまいりましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。りゃんさん、ありがとうございました。